中井俊偉は、日本の作家、教育評論家。鳥取県出身。公式ブログ、今日も良いことがあるように1980年長崎、大学教育学部在学中に、ローマにて、西ヨハネパウロ二世教皇より、カトリックの受選。大学卒業後、聖堂三河台小学校、中学校に23年間勤務。長崎新聞でのエッセイ連載を機に、執筆。 講演活動などをはじめ、2005年4月から、作家、教育評論家になる。教育書、エッセイ、児童書、電気、絵本など多数執筆する。並行して、全国の幼稚園、保育園、小、中、高校、大学主催の子育て、教育講演会、企業、各種自己啓発の会などの講演会、研修会、セミナーで講師を務める。2014年に、 平安、女学院大学子ども教育学部客員教授への移植を経て、2015年より、平安、女学院大学文化創造センター客員教授。http://www.t-nakai.com/.profil.html www.t-nakai.com 2018年7月23日閲覧。http://www.t-nakai.com/.mailmagazine.html www.t-nakai.com2018、e. 年7月23日閲覧。ありがとうございます。